エマニュエル・レビナスは、フランスの哲学者。現代哲学における、他者論の代表的人物だとされている。ユダヤ思想を背景にした、独自の倫理学、エトムント・フッサールや、マルティン・ハイデッカーの現象学に関する研究のほか、タルムードの研究などでも知られる。ロシア帝国、ゲン・リトアニア、カウナス出身のユダヤ人。リトアニア語名は、イマニュアリス・レビナス。フランス語では、 レビナ、リーバイナとも、レビナス、リーバイナズとも発音する。1924年、ストラスブール大学卒業。同大学在学中、モーリス・ブランショと親交を結んだ。1928年から、フライブルク大学で、エトムント・フッサール、マルティン・ハイデッカーらに指示。哲学の研究を行った。1931年に、フランスに帰化。パリのユダヤ人帰還。 全イスラエル同盟勤務する傍ら、数々の哲学論考を発表し始める。第二次大戦中は開戦後すぐに、フランス軍に応唱し、1940年、ドイツ軍の捕虜となって、ドイツで抑留生活を送る。その間、フランス在住の妻や長女はかくまわれて、ホロコーストを逃れたが、義母は行方不明となった。 父や兄弟など在リとアニアの彼の親族たちはほぼ全員親衛隊によって殺害された。1946年から47年にかけてホロコーストを生き延びたユダヤ人哲学者ジャンバールの主催する哲学学院で4回かけて連続講義時間と他者を行う。聴衆の相当数は生き残ったユダヤ人たちであった。 1961年からポワティエ大学、1967年からパリ大学で教弁を取り、1973年からスイスのフリブール大学の哲学科教授を務めた。1975年11月から1976年5月にかけてソルボンヌで最終講義、死と時間を行う。1995年12月25日、死去。 27日、パリのパンタン墓地で、デリダが長辞を読み上げた。現代哲学での、他者とは、私の主張を否定してくるもの、私の権利や生存に全く無関心なもの、私の理解をすり抜けるものなどを意味し、多義的で抽象的な言葉である。いわば、自己の思い通りにならない、よくわからない、他人的な性質を持つ者は、どれもまとめて、他者と名付けられる。他者は、 無限に続く他者の連鎖を成しており、どのような言葉や理屈を述べても、それを否定する他者が存在することだけは決して否定できない。例えば言動 X が存在する場合、その言動を丸ごとカッコでくくって否定するような他者が存在しうる。つまり X はバカだというような他者による言動が存在可能である。だが、その言動さえも丸ごとカッコでくくり、 X はバカだはバカだと否定する他者も存在しうる。さらにその言動さえも否定する他者も存在可能であり、このように他者は無限である。哲学や科学や宗教はいずれも世界を何らかの形で記述して説明するが、それは言葉の組み合わせであり、何らかの囲いを作っている。その囲いの外側には、囲いに含まれないもの、違うと否定するものが、 つまり他者が存在している。他者論という観点から見れば誰にも否定されない絶対的な真理を作り出すことは不可能である。一方で他者は単に真理への到達を妨害する忌むべき存在というわけではなく私を自己完結の孤独から救い出す無限の可能性でもある。いかなる哲学、科学、数学を作り出しても必ずその外部から 違うと叫び叩き潰してくる、理解不能で残酷な、他者が現れる。他者が現れるからこそ、自己は自己完結して停滞することなく、無限に問いかけ続けることができる。他者とは、自分とは異なる存在である。単に、私以外の人間が、他者であるとは限らず、私によって支配も回収もされることのない、絶対的に他なるものも、他者である。 全体性と無限という署名が示すように、レビナスの哲学では、打者は決して全体性に回収されることのない無限の存在とされている。レビナスの言う全体性は広いイメージを持つ言葉であり、全体的な事柄、一つの価値観、全体主義、世界全体なども指す。全体性、または全体的価値観は世界全体を捉えて意味づけし、 全てを一つの価値の下に包み込む。そのような全体性に対し無限であるものが他者であり、レビナスは絶対的に違法的なものだけが私たちを教えることができると語っている。言い換えれば他者とは全体性を超越している意であり、いつまでも異なる存在である。レビナスによると他者は理解されない、言い換えれば包括されることが不可能なものであるとされ、 所有を、私の様々な権能を拒むとされている。すなわち、他者は、私の内面を切り崩し、空にし、私として安住することをやめさせ、私を超えたものを求めざるを得なくさせる。他者は、外部から現れるものであり、世界の組織の中では、他者はなきに、等しいとレビナスは言っている。あるいは、無限の責任を課す他者こそが、他者だという。私とは、 他者に対し無限の責任を負う者であり、私と他者は非対称で不公平な関係にある。ユダヤ人だったレビナスは第二次世界大戦中ナチスドイツのユダヤ人虐殺により家族、親族、友人のほとんど全員を失っている。人間未満の扱いを受けたレビナスは人間がどれほど無残に死んでも世界が何事もなかったかのように続いていく事実を 恐怖するようになった。レビナスが恐れたのは、妙にち自分が殺されるかもしれない事実、及び死と無関係に存在し続ける世の中だった。世界は目的も意図も全く理解不能なまま存在している恐ろしいものであり、そこにレビナスは絶対的な他者を見出した。レビナスに触発され、他の哲学者たちも世界は私に対して無関係に、 そこにあり、かつ決して理解できない不愉快な何かで満ち溢れていることを認識し、そういった何かを他者と呼ぶようになった。フッサールの現象学とハイデガーの存在と時間から出発した。実存から実存者へを経て、ハイデガーの暴力的な存在論を廃し、非暴力的な存在論の構築を目指して全体性と無限を表す。しかし、 デリダの暴力と刑事上学によって批判され、再び倫理存在論を構築することを目指す。その結果書き上げられたのが、存在するとは別の仕方であるいは存在することの彼方たである。レビナスは、暴力的でも非暴力的でもない、全く別の倫理存在論、むしろ倫理存在論ではない、倫理存在論を構築した。レビナスは、第一哲学を、 倫理学としている。レビナスにおいて、倫理学は、私と他者の関係、他者論として構築される。そして、その前提となるのは、ある、顔という、存在者の厳禅である。そこには、存在と所有、アボワールいる YA の A は、アボワールの変化形であるを結ぶ独自な思考がある。存在者は、動的な仕方で、私に対して厳禅し、名を持ち、実視化する。 このような存在者は、なお持たない抽象的な存在とは区別される。また、なお持った存在者は他者として倫理学の課題とされる。他者はそれ自体で自存する。また、レビナスにとって暴力とは否定の一種である。そして、所有は対象の自存性を否定するため、暴力的である。したがって、了解は一種の所有であるため。 暴力的なものであり、否定の一種である。私が倫理的に他者に対して振る舞う限り、私は他者への了解を課題とする。その限りで、私は他者に対して常に暴力的な関係を結ばざるを得ない。他者とは絶対的に私とは同化され得ないもの、所有され得ないものとしてある。従って、私が他者を他者として了解するとき、そこには、 必ず私の了解し得ないものが損している。つまり、他者が他者であることをやめることは、ただそのし、他者が存在者であることをやめることによっても未可能である。すなわち、他者の否定とは、殺人としての未可能となる。他者は、私が殺したいと、意欲し得る、唯一の存在者なのである。そして、私は他者を殺し得る。しかし、それは、 他者の顔と対面しない時においてのみ可能となる。殺人への誘惑、他者の否定への誘惑は同時に、顔の誘惑でもある。存在の開けの中で出会われる、顔を、人は殺すことができない。そしてそのような対面は言葉、言説において可能となる。作曲家及びピアニストのミカエル・レビナスは、エマニュエル・レビナスの息子である。ありがとうございます。